ンポン。うちらの動画って結構特殊やんな。そうですかね。特殊性を体現するのやめない？ちなみになぜそう思うんですか？もう答え出てるんですが、ボイスロイド実況会の他の方々見てみ、みんな真面目に活動しとるやないか。対して先生は震えて回って顔飛ばす。このままだと真面目に頑張ってる方々には追いつけないんやないか。おい聞いてんか、お前だよお前。まあまあ、そんなプリプリ怒んなよ。可愛い顔が台無しだ。せっかくやねん、たく。たまにはまともにしてみたらどうや。まともとは、あんな、それは、見本を探すね。あの方はどうです？純粋にやべえやつやろ。かっしゃ。制服、つっつぎてどうかしたい。あれは？言動やばすぎやろ。かっしゃ。我も出だすものなり。あれは？キャッカー！全然まともなやつは、あれや、先生の周りはまともな人とかいたりしないんか？逆に聞くけど、いると思う。なんか、ごめんな。ついなちゃんや、ついなちゃんは割とまともやろ。ついなちゃんなら大丈夫や、ついなちゃんなら。まともとは、ふっといてごめん、もういいや。ピンポン。今度三者面談があります。へえ、そうなんやな。お母さんが来てくれます。そっか。そんなわけで最近のお母さん、三者面談用の服に悩んでるんですよ。いや、三者面談はさすがに服着なきゃねえ。服の有無を悩んでるの？てか今までのこれ裸かよ。ね、三者面談なら進路の話やんな。先生はもう進路決まっとるんか？もちろん。ほう、私は好きなことで生きていく。ええ、平平過労 YouTube。パクって疲れんのやめてくんない？おいおい、それはご両親も承知の上なんか？ねえねえ、私卒業したら YouTuber になる。いいねえ、萌えも、まんじ固めのヤバタミエン。何これ、こんな反応だったので、多分 OK だと思います。ちゃんと言葉のキャッチボールをしろ。そんなんで大丈夫かいな。大丈夫大丈夫、不安や。こんちは。お、今日は三者面談やったんやろ？どんな感じや？いや、それが。ゆずきさんはいつも顔がずれててねえ。あらやだ、ほんと恥ずかしいわ、この子ったら。あははは。それでゆずきさんは将来どういった進路をご希望ですか？ YouTuber です。いいねえ、萌えも。おい、教師。あんたこんな時にバカなこと言ってないで、ちゃんとした進路希望言いなさい。怒るわよ。ピンポン。こう、なんですかね、熱くなるものがありますよね。アフロ？どういうことや？いや、ちょっと最近髪型に悩んでて、私に似合いそうな髪型を探してたんですよね。その着地点がアフロなの？いや、別に先生がそれでいいなら止めないけどさ、結構攻めっ気強くない？この攻めっ気たまらんです。なんだこいつやべえのか？いや、どう考えても今の時代にアフロは難しいやろ。なあ、ついなちゃん。ウィッス！アフロ？今日も元気にドカンを決めたら、ヨーラン背負ってリーゼント。もしかしてこれのことリーゼントだと思ってる？アフロこそ男の魂。お前もアフロかふざけんな。さすらいのアフロ。サンクつけんなや。いや、アフロだ。お前はアフロつけろ。なんで一人闇兵みたいになってんだよ、ふざけんな。さて、ここでアフロをつけた感想を皆さんにお伺いしたいと思います。お前それリーゼントじゃね？いかがでしょうか？いや、なんか、心の奥で湧き上がるパワーを感じました。君も？からこそパワー。お前もかよ、ふざけんな。ありよりのありえって。サンクつけんなや。4個。いや、アフロだ。お前はリーゼントをつけろ。ワンテンポ遅えんだよ、お前。もっとインパクトのある髪型はどうですかね？モヒカンとか、それもうやった。まさかのコンさんとか、それもやった。あえて髪の毛なくすとか、それはもう先駆者いる。なんでそんな衝撃の髪型網羅してるんですか？大体お前一部ついなちゃんのせいやろうが、